階段アミーゴ。1000円カットとかで髪切るときに、なんか怖い話とかないですかって聞くようにしてるんですよ。1000円カットはやめてあげてよ。急いでやろうと。回転命ですからね。そしたら、そのお兄さんの表現を本当にほぼそのまま言うと、うん、いや、怖い話特にないですね。僕、島育ちなんですけど、島でいっぱい幽霊見たぐらいでっていう表現をしたんですよ。いや、それ聞かせてよってなるじゃないですか。そして、いや、それ聞かせてくれますかって言ったら、お兄さん答えてくれたんですけど、結構、漠然とした情報が多かったんで、うん、たくさん聞いて、掘って、それで、考えたんですけど、こういうお話なんだと思ったんですけど、まあ、名前は言えないですけど、とある島に、まあ、生まれ育って、その家の真裏が、まあ、墓地だったらしいんですね。その島で亡くなった方というか、その近くにお寺もあるんですけど、そのお兄さん曰く、その墓地なんだろうですかね、普通に綺麗な整備された墓地もあるんですけど、なんか昔ながらのこう墓地というか、なんかちゃんとしたこう墓石じゃないような墓もいっぱいあるようなところで、そっからいつも黒いモヤモヤみたいな人影みたいなのが定期的に生まれるんですって。で、定期的に生まれるんですけど、定期的にそのお寺か何かの力でいなくなるんですって。でもやっぱ生まれるんですって、うん、で、その近くに家があるんですけど、その2階に自分の部屋があって、その2階の自分の部屋でこうベッドでこう横たわってたら、その墓地に面した壁の方から黒いモヤモヤがこう入ってきたっていうんですよ。で、うわーって言ってすぐ下に降りて、めちゃめちゃ怖かった。で、このぐらいですねって言って、いや、それすごい怖いじゃないですかって言って、それもっとありますって聞いたら、これ不思議なんですけど、その高校、まあその島の高校に当然行くわけなんですけど、1学年上の先輩がいらっしゃるんですね、一人で。その先輩はなぜか知らないですけど、その黒いモヤモヤを引き連れるんですって。本人自覚なく集めてきちゃうんですって。で、そのモヤモヤ、お兄さんの話そこで面白かったんですけど、島の人結構見てるんですって。お兄さんが特別ってわけじゃないんですよ。その墓地から生まれる黒いモヤモヤだとか、その1学年上の先輩が引き連れてるって結構な人が目撃してるんですって。で、結構それみんな気味悪がってるんですよ。で、ある時三者面談か何かで、その先輩のお兄さんも、お母さんか、先輩のお母さんが来たらしいんですけど、お母さんも引き連れてたらしいんですよ。で、これはじゃあなんかこの島の因縁かなんかわからないんですけど、その家系の人は何かその墓地で亡くなった人の思いかなんかがあるのかわかんないですけど、みんなそこに行くんですっつって、つって、じゃあ霊感あるってことですか、じゃあこう今関東に来られていっぱい見えるんですかって、見えませんっつって、僕はその島の人間だからその島のものが見えるだけです、みんなもそうですっつって、僕らは霊感があるわけじゃないです多分って言ってたんです。島、はあ、南のあそこ、南よくわかんないですね。そのちょっとすごい話ですねそれ。だから多分その、おじいちゃんとかに聞けば、あの家が過去にどういうことがあったのかとかも全部わかるんでしょうけど、怖くて聞けてないですし。